次に釣り方です。イガミ、特にこの和歌山で人気のイガミなんですが、ここに海藻をつけた浮き釣りが人気の釣りです。だこの海藻をついて、従来は浮きがぐっと中に入っていくまで待って待って合わせたんですが、水中で観察すると、くわえたらすぐ口の中に針はもう入っています。そういうもんで、当たりが出たら、浮きに当たりが出たらすぐ思いっきり合わせればすぐにかかります。ただ合わせ切れを防ぐために、この天秤はここにクッションを12センチつけてあります。これで加えて合わせた時に、歯のきついひがみの歯で張りすぎれをこれでは防いでくれます。